今回はドラえもんの感動話に涙するみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。ドラえもんで泣いた話ってある？映画でもアニメでもよい。ゾウとおじさんかな。インドにいたのび太のおじさんの不思議な話。ドラえもんは連載期間長いからのび太父の疎開の話とか戦争ネタがさらっとあるよね。死ぬゾウを助けることって歴史改変にはならないのかな？他のとこに飛ばして、死んだことにしたから問題ない。定番だけど、これ成長してから見ると孫が小学校に行く前に死ぬと教えられてるようなもんだと気づいて別の意味で胸が苦しくなって見ていられなくなった。そらめちゃくちゃ可愛がるし甘やかすよね。のび太。僕小学生になったのび太です。おばあちゃん、そんな気がしてたよ。のび太、信じてくれるの？おばあちゃん。のびちゃんの言うことを疑ったりするもんですか。テレビの前の俺、うわあわあーん。この間映画のワンニャン時空伝を見て涙ぐんでしまい年を感じた。不思議風使いのラスト、空から風子のぬいぐるみが降りてくるところはマジで泣いた。静香ちゃんがママの真珠のネックレスを勝手に持ち出してみんなに見せてたら何かの拍子に引きちぎれちゃってバラバラになった真珠を夜遅くまで探すかい。いつも優等生な静香ちゃんが罪悪感で泣く姿と最後のママの優しさで泣いた記憶。やっぱり帰ってきたドラえもんだな。のび太の奮闘を見届けて寝かせてあげるドラえもん。安心して眠って起きたらいつもと違う日常に気づくのび太の切なさよ。それさようならドラえもんだね。さようならドラえもん。帰ってきたドラえもん。この二つはセット感あるな。定番どころは挙げられてるので。ママを取り替えっこ。親の取り替えを通して親も人間なんだと気づく流れにじんわりくる。僕よりダメな奴が来た。のび太を優しい友人と信じて去っていったためくんにしみじみ泣ける。ドラえもんに休日を。ドラえもんとのび太の友情、のび太とジャイアンスネオの友情が熱い。森は生きている好き。赤い靴の思い出っていう話がめちゃくちゃ記憶に残ってる。アニマル惑星。ピンクのもやからにむげ出てくるとこ。泣くの意味がトラウマ的なやつ。それならドラえもんのび太の魔界外冒険でメデューサが追ってくるところだな。試しにさようなら。なんだかんだでのび太が周りの人から大切にされていることがわかる話。のぶよ版では少年期が流れたらしい。このラストが好きなんだ。台風の風子。何度読んでも泣くしあらすじ王だけでも涙ぐんでしまう。劇場版。映画館で号泣でした。新鉄人聖団。あのラストシーンからの AD が最高なのよ。パパも甘えん坊は大人になってから見るとめっちゃくる。これ昔は子供のように泣くパパのことそんなこともあるのかとむしろ笑って呼んでたな。パパからすれば数年前に亡くなった母親が、自分が辛い時に現れてくれたってことでそりゃこうなるよねっていう。アニメ版もおばあちゃんの元気でやってるんだねーと泣き崩れて言葉にならないパパとで破壊力高いんだ。そういう大人になってからわかるのだと僕の生まれた日かな。映画も良いらしいけど見たことないんだよなー。のび太の中ののび太。のび太くんがお誕生日に怒られてみんなに無視された結果、自分の好きな夢が見れる秘密道具使って夢の中に閉じこもっちゃうんだけど、赤い靴の女の子、おばあちゃんの思い出、港海で仲良く遊ぶ、子供の頃の誕生日などのシーンを見ると泣けてくる。これは雪の精霊のやつ。のび太って人外にモテるよね。無人島へ家で。よく怖い話として上がるやつでのび太が10年間無人島で過ごすわ。確かにドラえもんという存在がいるのに無人島で10年間過ごさなきゃいけなくなるのが怖いが10年ぶりに子供に戻って家族とまた過ごせることになるということに謎の感動がある。アニメの走れのび太ロボット裁判所ちょこちょこ見るけど毎回泣いてる。ケンジロボットも決して悪いやつじゃないの好き。最後に倒れてるドラえもんが誰がのび太を泣かせたんだ？って静かにキレてるシーン好き。そこで裁判官が決心させたとこも好き。泣きながら叱ってくれるところいいよね。帰ってきたドラえもんは小学生の頃に映画館で見て号泣した。一緒に見てたおばあちゃんも号泣した。ブリキの迷宮のこのシーン、トラウマでもあるんだけど。のび太くん、もう一目会ってから僕壊れたかったよ。のセリフで涙した。
ラサドラに変わってから一番最初のドラえもん誕生日スペシャルのやつタイトルが思い出せない。子供ながらに涙した記憶がある。パパが昔仲違いした近所のおばさんと仲直りする話。パパ関連はいい話多いわ。のび太の宝島。おばあちゃんのエピソードは全部なく。あの日あの時あのだるま。このタイトル名は大好き。語呂といい、物悲しい雰囲気といいすごく印象に残る。ラ全体の構成も本当に素晴らしいんだよね。思い出を胸にのび太が自力で立ち上がるのもいいんだ。映画の帰ってきたドラえもんでもあったな。個人的にはここに繋がる前の押し入れで泣いてるのび太をパパが優しく諭すシーンが好き。おばあちゃんの秘密道具。おばあちゃんの思い出は漫画ではちょっと涙ぐむくらいだったんだけど、アニメで見たら声優さんたちの熱演も相まって号泣してしまった。最近はドラえもんズ見直しても泣いてしまうくらい涙もろくなったわ。あのおばあちゃんあんな穏やかそうなのに的確な読者の涙腺ぶち壊してくる。これ成長してから見ると孫が小学校に行く前に死ぬと教えられてるようなもんだと気づいて別の意味で胸が苦しくなって見ていられなくなった。そらめちゃくちゃ可愛がるし甘やかすよね。だからこそ成長した孫が会いに来て顔を見せてくれただけでもすごく嬉しかったと思いたい。この瞬間だけは自分の死期も忘れてそうだし。せめて小学校に上がるまで生きていられたらって自分で言ってるからもう長くないことはきっと感じてるんだよね。最後の方は具合悪くてほとんど寝たきりだったって確かのび太が言ってたし。息子も頑張ってるの見れたしな。しかもこの話の時にこの感じた未来ののびちゃんって言ってくれてて本当にいいおばあちゃんなんだ。おばあちゃんのエピソードは全部なく。ほんとこれに尽きる。昭和のジジババの孫可愛がりは異常。特にババは大抵ジジが亡くなっていないからジジのことがない分、すべてを孫のためにしてあげるという雰囲気があった。あまり話題にならないけどのび家のじいちゃんも一応本編に出てる。怖くて厳しくのびすけパパに強く当たってたけど教育の一環だったし、説教の後とかに妻おばあちゃんに慰めるようにとて回ししてた。その話のラストはおじいさんをタイムマシンで現代に連れてきてのび太に優しくしろとパパを怒ってもらおうとするんだけど、旧アニメ版だとそこでパパがおじいさんにのび太の日頃のだらしなさを愚痴ってしまったから、逆にのび太がおじいさんとパパの二人がかりで怒られるというオチだったな。雲の王国のドラえもんがガスタンクに突っ込むシーン。その後ののび太が壊れたドラえもんに泣きつくとこれ泣いた。その後キーボーが出てきてドラえもん直してくれるところまで含めてボロボロ泣いたわ。優しくしたことが巡り巡って自分たちに返ってきたんだな。あのシーンとその後の懐かしキャラオンパレードは思い出しただけで涙が出る。もうあと堂々鳥が弁護してくれたの見て嬉しくなった。雲の王国は昭和平成ドラの終着点だわ。ポットでのキットが最後に出てきて私の出身は地球なんですの下りとか最高だったわ。自分はその直前の空商人何千万の命には変えられないで、パルパルがハッとなるところが一番涙腺に来る。天上人はナチュラルに地上人のことを見下してたからね。環境破壊の全ての責任を地上人にあるとした上で、話し合いも設けずに地上人が築いた文明を文字通り洗い流そうとしようとしたわけで、その後地上がどうなるかなんて全く考えてないもんな。見下してた相手が命を捨てて自分たちの生命と生活を救うのを目の当たりしたんだから、そりゃ神妙にもなるなと。子供の頃にドラえもんの映画の同時上映でおばあちゃんの話見てめっちゃ泣いたわ。大人になった今見たら言わずもがなだわ。ふうこ、おばあちゃんに会いに行く話、のんちゃんの話はたまに思い出しては泣きかけるわ。映画版のふうこは最後に穏やかな微笑みを浮かべていたから、少なくとも本人は満足できていたのが救われる。深夜アニメとかでも感動とか普通にするんだけども、泣くってなるとドラえもんやクレヨンしんちゃんとかになる。幼少の頃の記憶と相まって、大人になりきれなかった弱い部分の心をピンポイントで疲れるような気分になるよね。おばあちゃんで泣かないのは無理だ。子供の頃映画の風子に泣いて、今はドラえもんに休日をって書いて泣いてる。のび太が根性見せるのいいよね。ジャイアンスネオが助太刀するのも好き。最初はのび太にブザーを使わせようとしてジャイアンやスネオが嫌がらせするんだが、
のび太が隣町のガキ大将に絡まれてしまった際に、ブザーを自分で壊してやるならやれと啖呵を切ったのを見たに人がのび太の根性を認めて加勢するのが男の友情を感じてまたいいんだわ。最初はからかってるんだけど、トラックの荷台から降りられないままトラックが発進した時は必死に追いかけながら声かけてるんだよな。普段いじめてても冗談で済まなくなった時は全力で助けに回る距離感が好き。これは自分たちが手に負えないと冷静に判断してブザーを鳴らせと言えるライアンもいいし、意地でも鳴らすもんかと粘るのび太も優しい。いいエピソードよね。ブリキの迷宮で来られたドラえもんが海に捨てられてのび太の走馬灯を見るシーンは無理。蜘蛛の王国のラストでかつてのび太たちが助けたホイ君や、モアと堂々が今度はのび太たちを助けるために弁護してるシーン。今までやってきたことが繋がるシーンに弱いのよ。最後に成長したキーボーと再会するのは目頭が熱くなる。そりゃあんなに小さかったキーボーが立派に成長してる姿見たら泣くよあれ。パパおばあちゃん系が泣けるのは大人になってわかる大人の弱さと、強さの両方が感じられるからだろうな。パパの話といえばママとの出会いでもある。パパの夢を叶えようも良い話。おばあちゃんシリーズは毎回泣ける。つうこと赤い靴もボロボロ泣いた。以前ドラえもんズスレがまとめられてからドラえもんズという存在を知って映画全部見てハマったぜいのらい。怪盗ドラパンのドラリーニョとドラメッドの、ミミミとドラパンに対するちょっと困ったような微笑みで泣いてしまった。最かな。映画版の僕の生まれた日、ラストでもう切り倒されたはずの木のところに伸び家が偶然集まって、大きく育った木の上からの眺めは綺麗だろうなって会話からドラえもんの道具で伸びた。パパママは空中に登ってぎょーって。そこでのび太がドラえもんの名前を呼びながら手を取るのを見てドラお前だってのび家の家族に決まってんだろうーって号泣したよ。のび太の声が優しくって本当に良いんだ。同時上映だったロボット王国もある意味ドラえもんものび家の一員ってメッセージが込められてるんだよな。雪の精霊は泣いたわ。裏山の精霊がのび太の味方する回も良かったわ。ドラえもんに説得されてのび太を家に戻すために追い出すシーンも地味に来る。原作や旧アニメ版だと裏山から突き放されて終わり、だったけど、新アニメ版は静香ちゃんたちが裏山まで来てくれたから、のび太には裏山にこもらなくてもちゃんと居場所がある、という救いがあったな。もう年だけど、せめて小学校に入学してランドセル背負ってる姿を見たいって言ったら目の前の男の子がランドセル背負って自分がその孫だって言って。私はのび太が小学校に上がるまでは生きられないって現実突きつけられたようなもんなのか。だとしたらおばあちゃんがマジでいい人すぎる。未来から来た孫によって自分の死期を察するって見方が多いけど、その行動によってある意味もう思い残すことがなくなってしまった。という見方もできるのよね。いやあの時点でもうある程度察してたと思うよ。だからこそせめて小学校に上がるまでは生きてたいと言ってた。思い残しは生きる原動力にもなるけど、でもそのために耐えるのもすごくすごくしんどいから。確かに小学生になった孫に会ったことで耐える理由がなくなったのかもしれないけど、そんな孫を孫とわかるまま、しっかりと抱きしめられるうちに会えたのを悪いことだとは思えないな。あの話の時ののび太は幼稚園児で小学校に上がるのは来年とかせいぜい2年くらいなんだよね。たったそれだけの時間生きられる自信が持てないくらい。もうあの時のおばあちゃんは具合が良くなかったんだと思う。味方によっては自分のためにランドセル姿見せに来てくれるぐらいのび太が優しく育ったと安心できるシーンでもあるから。その後にのびちゃんのお嫁さんの顔が見たいって欲を出すのが良い。そんな風にしか取ることができないのですか？人間らしい心をそんな風に同じ海底人として、僕は恥ずかしい。そこも好きだし、何よりバギーちゃんがかっこよすぎるんよな。大長編だとアニメ版の初代魔界大冒険でミヨコさんがおとりになって特攻するところがほんと泣ける。あれのび太が来てくれると信じていたと入っても、あの瞬間はガチで根性のお別れを覚悟してたと思うんだよね。タンポポ空を行くもいい話。最後まで残っていたタンポポの子供奉仕が勇気を出して親から離れて飛び立っていくのと、野球をやっているドラえもんを見て、のび太が自分も入れてもらおうかと考えるラストのコマが秀逸。ドロンハ。
犬好き絶対号泣。しかしドラノビが傍観者でドラえもんでなくとも成立する話だからこの手のランキングにはまず入らない。犬の飼い主が傍力を振るう傲慢な奴だったんだが、ドロン派で入れ替わって自分が犬になった。ことでどれだけ自分がひどいことをしてきたのか知って、ラストで戻ってきた飼い主の姿をした犬に対して、いつもみたいに殴れよと言ったんだが、犬の肩はドロン派を外して元の姿に戻って飼い主に仕返ししたりしなかったんだよな。それに感動した飼い主が泣いて犬を抱きしめていた。45年後ののび太がやってきて今ののび太と1日だけ入れ替わるエピソード。あれはまさに大人になって良さがわかる名作だと思う。若いなぁもっと叱ってお帰りなさいこの味ママの味だ。45年後ののび太が、今のママとパパに会うあたりは短いのに泣いてしまう。すごくうがった見方なんだけど、のび太の父親がのび助で、息子がのび助なんだよね。尊敬する親類の名前を子供にいただくって名付け方は F 先生の年代だとままあることだと思う。ドラゴンボールで、悟空が息子にじいちゃんの名前を付けたように。ただ、その場合、大抵は個人からもらうからのび太に息子が生まれた時、パパはすでに個人だったのかな。って想像すると切ない。嘘800でドラえもんが戻ってくるのを見てなんてすげえプロットなんだと感動して泣いてた小学生の Y。あかんみんなのコメント見てるだけで泣く。